カレンさん、美容室と理容室って何が違うんですか？いや、なんでやねん。先生が説明するんですよ。ああ、そういうことですか。ところでカレンちゃん、行政法得意ですか？いやー、苦手です。通達って処分箋ありましたっけ？ありますか？大抵ないかな。ないですよね。皆さん、こんにちは。本日の L チャンネルは美容室と理容室の違い、法律で決まってた？です。カレンちゃん、美容室と理容室って何が違うんですか？いや、なんでやねん。先生が説明するんですよ。あ、そういうことですか。最近毒舌になってきましたよね。美容師が女性で理容師が男性だと思ってたんですけど、美容師に行く男性もいるし、ちょっとよく分かんなくなってきました。まず理容師の役割ですが、理容師法っていう法律があるんですね。知ってました？ちょっと名前しか聞いたことないですね。ちゃんと名前聞いたことあるんです。理容師法により、理容師は頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により容姿を整えることとされています。一方で美容師の役割は、美容師法によりパーマネントウェーブ、結い髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることとされています。理容師法、美容師法っていうのがあるんですね。行政法ってやつですかね。でもこれだとカットが理容師でパーマが美容師ってことになるんですかね。そうです、そうです。カレンちゃんは、美容室と理容室どっち行ってます？美容室しか行ったことないですね。カットだけでも美容室。はい、美容室です。ということは違法？違法なんですかね。まあ、法律の文言からはカットが理容師でパーマが美容師になりそうですね。ただ厚生労働省の通達でいろいろ決まってます。1978年の通達では、美容師は女性のカットのみを行うことができるが、男性の場合はパーマに付随するカットしかできないとなっていました。どうして男女で違うんですか？美容師法はあくまでパーマネントウェーブとか化粧等の方法による容姿を美しくすることとされている。カットっての文言は入ってないんですね。でも女性の場合はカットのみでも容姿を美しくするってところに該当すると考えられたんでしょう。なんか時代に合わない気がしますね。そうですね、男性も容姿を整える人いますからね。そこで2015年に通達が変更されて、理容師がパーマを行うことも、美容師が男性のカットだけを行うことも認められました。通達による行政ってやつですね。そうなんですよ。ところでカレンちゃん、行政法得意ですか？いや、苦手です。通達って処分箋ありましたっけ？ありますか？大抵ないかな。ないですよね。よかった。本日のLチャンネルはここまでです。チャンネル登録お願いします。